東京都は地球温暖化対策として第2世代バイオディーゼル燃料を使うハイブリッドバスの試験運行を始めました。これは世界で初めての試みで CO2 二酸化炭素の排出量をおよそ 25% 減らすことができるということです。都庁で開かれた式典では石原知事や第二世代バイオディーゼル燃料を開発したトヨタ自動車と新日本石油の会長らが運行開始を祝いました。象徴的な一つの画期的なですね、イベントといいましょうか、試みだと思います。こういうもので成功させることで私たち自分の子孫たちのためにですね、この地球というものを守り抜くことができるんじゃないか、期待しております。第二世代バイオディーゼル燃料はパーム油などの植物油を水素化処理して軽油と同じ成分にしたものです。導入されるのは2台の最新型ハイブリッドバスで、軽油にこの燃料を 10% 配合して燃料として使用します。今走行している都バスより CO2 をおよそ 25% 削減できるということです。バスは今日から来年3月末まで渋谷駅から新橋駅の間を走ります。